戦国の超進化来ましたね。まあ、戦国の超進化、まあ、ゲームエイズさんから参照なんですけど、まあね、ちゃんとね、許可を取ってないっていう。まあ、冒険開始時必殺ターンを2短縮し、コスト29以下のキャラの攻撃を 3.25 倍、体力を 1.2 倍、コスト54のキャラの、仏の戦国の攻撃を3倍にする。名前なんていうの？変わんないんだ。俺みんな弱い弱いって言われてるけど、めっちゃ強いと思うんですよ。ね。あの、みんな弱い弱いって言ってるけど、結構強い。だってこれで、のおかげで革命軍のコアラの29が入れるんですよ。革命軍のコアラ29入れられますからね。結構29ピッタなんです。岩ちゃんは使えないですけどね。で多分、岩ちゃんね、なんか、なんかさ、コスト30だった気がする。岩ちゃん使えないでしょ。あ、岩ちゃん29だ。のくせに。革命軍とか入れちゃうからね。敵対しているもののはずなのに。強いよ、はっきり言って。強いでしょ。だってまず 3.25 倍火力を簡単な編成の上で出せるのってないんですよ。確かにそのあれ、あいつルーシーはその編成として大変ですよ。力即技のみで 3.71 倍っていうのはちょっと狭い。でも仏の戦国29以下なんで超強いと思うんですよね。で、その 3.25 倍火力が出せるやつっていうのは今のところ超進化Sハンコック 3.25 倍以上じゃないよ。 3.25 倍火力出せるの。あとあれでしょ、エネルと、あとあいつだ、クロコダイルでしょ。クロコダイルとか 3.25 倍火力って結構希少なんで、で、常時 3.25 倍ってバカ強いと思うんで。でもまあ確かに、ね。その、船員のみっていうのがちょっとルックになるよな。全員が 3.25 倍使えてたから結構攻撃力とかステータス高めだと思うんですよ。でもこれめっちゃゲームイーツの評価で弱い弱いって言われてんの。いや、弱くないだろって。お前どんだけぶっ壊れ性能が欲しいんだよって。何かに関してお前ら弱い言うなって俺思いました。強いですよ、普通に。3.25 倍火力で29以下って結構強い。で、限界突破で成長効果が出るのかって言われてるのもね、なんか出そうだけどね、意外に。そのための限界突破っていうのもあるけど。でもね、30以下になったらぶっ壊れ性能すぎるんですよ、さすがに。強すぎるんですよ。もう一気にエンハンスの幅増えるでしょ。チートキャラになるよ、そんな。じゃあ俺の中でコスト30いる中で強いやつ。俺、でも俺全然進めたことないけどさ。いや、めっちゃいっぱいいるもん、強いの。30以下でやると。あんま強いのいないか。ああ、でも結構強いな、やっぱ。いろいろ使えちゃうもんな、でも30以下したらさ、ぶっ壊れ性能すぎん、それはさすがに。チートだよ、そんな。みんな戦国使うじゃん。戦国3倍って意外なバランス調整でいいなと思ったら、クソって言ってるけど、使ったことない。エアプ勢でしょ、あんな。はっきり言わせてもらう。3.25 倍火力って出ないよ。ミホーク確かにぶっ壊れですけど、でもミホークだって通常時 2.5 倍火力しか出ませんもん。あれ結構ね、やっぱその、やってみたんですよ。その、血清破壊にやったら結構ね、やっぱ、あ、火力出ないんだなって思うけど、その分 3.25 倍、やっぱ強いっす。殲滅力が違うからさ、3.25 倍ってあれだもんな、クロコダイルが、昔出せる火力で、今のところはエネルの
必殺前の、ターン1ターン前の回復量で最大全員 3.25 倍でも条件あっての 3.25 倍ですけど、常時 3.25 倍強いと思います。普通に強いですよね。でも限界突破でどう強くなるかっていうのは見ものですけど、ね、その戦長効果が強くなることってないと思うんですよね、やっぱり。それでこれで弱いって言ってる人はダメですよ。で、赤髪のシャンクスってめっちゃ弱いって言われてますけど、道中火力はほぼ15倍ですよ。2.75×2.75×2 なんですよ。ほぼ実露状態じゃないですか。だから結構強いですよ。道中だから周回だけ。だからトップクラスの性能ですよね。もう絶対に、殲滅力の強さがすごい。でもやっぱ砂防士強すぎるよな。でもやっぱ、配布キャラであんま強いの出せないわけですよ。一応戦国って配布キャラなんで、あんま強いのは出せないじゃないですか。配布キャラ、まあ、これから配布されていくやつもね、いろいろ増えていくと思いますけど、配布キャラでそんな強くはないよって話。だから次来るのは、あとはこいつですよね、ダトツパとか。まあ、みんな弱い弱いって言ってるけど、結構編成条件がまあまあな29以下でしょ。意外に革命軍とか入れられちゃうしね、ガチャ券っても。結構強いと思いますよ、普通に。でもなー、やっぱなー、29以下かっていうのはありますけどね。攻撃力バカ高いのは誰だっけな、まあ、アーロンとか1400とかいきますもんね。まあね、まあ限界突破に期待しましょうって感じですかね。で、戦長効果は、戦長効果なんだっけ、あれ。違う、戦員効果ではなくて、必殺技だ。敵全体に1属性ランダム大ダメージを与え、1ターンの間1秒の攻撃を 1.5 倍、コスト29以下のキャラのスロットを持続性変換されるということで、戦長は、変換されないっていうね。だから、ほぼ中段下段変換みたいなもんか。で、お邪魔じゃないでしょ？お邪魔、でもお邪魔まで変換できたら強すぎだろ。それ白星だよ。そんなのチートだよ。お邪魔変換できるのは白星ですよ。白星強すぎだしね。変換した後、相手が変換させようとできないから。二次スロって。お前変換しよかったなって言ってギミック出してきても変換できないからね。ダメージ食らうだけで。あれ強いよね。ダトツパ今強いよなって話。属性相性もいるでしょ今。属性相性いるけどね。で、スロット影響 2.25 倍でしょ、やばいね。スロット影響 2.25 倍ってやばくない。でもドフラミンゴめっちゃ強くだろうな。スロット影響 2.25 倍であいつは来るよ多分。そんなみんなブロッカーで性能は期待しちゃダメでしょ。やっぱ強すぎはダメだよ。パズドラとかゲームバランスぶっ壊れてんのが毎回出んじゃん。そういうのはダメだから、結構意外に難易度調整としてはいいと思うし。でジャッジの話するとさ、ジャッジも課金税からしては結構バンバン財なやつだよね。強いよね。ジャッジみんないらないって言ってるけど、俺ジャッジでも、ジャッジ単体はいらないな、確かに。ジャッジだけ欲しいなんては思わない。全員で、ジェルマン。ダブルシックス集めてのジャッジがもう光るわけじゃん。1時、2時、4時とか攻撃力高めに設定してほしいな。回復力なしでいいから。レイジュがめっちゃ回復力あってほしいわ。
ということで次回の動画で会いましょう。バイバイ。